初心者でもわかるアドリブ講座。アドリブって、はい、まあこう曲があってイズントシーラブリーだったら、はい、もう そのアレンジ譜も欲しいもん今。最初はこうメロディーとベースだけで弾くんだよ、うん、アドリブの時は、まあ、今多分一番簡単なのはこれキーが E、うん、で、うん、E なんでこう弾けば大体合うんですね。例えば、うん、ずっと僕見本差し取りみんな聴いてる、ソラシドレミだけ弾いてる状態で、はいはい、でそこに例えばクロマチックを入れる、ミファーソって弾くときにミファーソとか何でもいいんだけどちょっと一個かけるんですよ。だからちょっと伴奏してみて、だから普通にこれずっとミファーストラジオで見る。で、ここにクロマチック入れると。
事なのはどこで終わるかっていうのが大事だから、うん、で弾きたかったとしたらとかで次でドからだったらで次もう一回ミに戻ってもいいとそうそうそうっていうのがまあ複雑にしていく方法はそうだけど練習としてはあとは一個一個音を足していくっていうのもあって最初ミだけで次ミファとかミソだけとかだからこのっていうスケールの中で音を足していく僕ミだけでやってみますねミファソだけミファソ僕やるバッキングなんでワン、ツー、シー、フォそういうところから一音から始めていくみたいなこと、うん、そう耳を増やしていくなんかリズムのなんかこう、勉強の仕方みたいなのあります、まあ、聞くしかないですねあと跳ねない跳ねない跳ねないみたいな跳ね方になるじゃなくて
ったあったあった、結構あったあったあった、後ろに後ろに持っていった方が良くて、みんなが思ってるより、もうちょっとイーブンって言うんですけど、こうさーっと弾いた方がいいんですね。新井さんすごい跳ねてた、跳ね、だから寝ぶさが、あーあこれダサいくなっちゃうから、ダサい跳ねない、今のじゃ、今のようなところをさ、跳ねないで、あーあー、切るなってことか。そう、切ってもいいんだけど、短くてもいいんだけど、うん、例えば、一人で弾いてて、って言ってる時点でもうだから跳ねないじゃないですか、タータだから、タッ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 タじゃないから、うんうん、なるほど。やっぱそういうのはいっぱいジャズの曲とか聴くってことですか、聴くのは大事だと思うんです、聴かない、ニュアンスを、そう、ニュアンスが一番大事だから、あー、リズムもそうか、だからそう、だから本当に3音とかでもかっこいいか、そしたらこれだけでも、これで何もギター触らずに、そうそうそう、あー、そう、これがギターで弾ければアドリブできるわけだから、確かに、あとはそれに反応してくれる理由を作っていく、コードごとに変えていくっていう、うん、はいはい、
体験としては、うん、これだけ弾いてればいいから、うん、それをどんだけセンスよく弾けるか。センスないからな俺。センスっていうか、まあどれだけその言葉で弾けるか。要はあれアドリブとかはもう言葉だから、うん、あのセッションできるようになりたいんですよ。ちょっと簡単なのでいいから。これだったらまずミファソラシドレミっていうので全部使って弾けるようになるといい。あとどこにさ、うん、音があるかを分かってるかっていう、うん、当たり前だけどギターを知ってるかってことね。だからこれパッと見て僕今弾けるんですよ。メロディー弾きながらベースとか、あー例えばこの組み合わせ、ベースがドシャープ、ファシャープ、B、で E、でこれを、はいはいはい、でいろんなところで、はいはいはい、ここも。確かにそう。すぐね。そうだよね。そうそうそう。瞬時に、ね。楽なんかなくてもね。そう。それができると、もっと早くできるのよ。なるほど。だから。全部分かってないと。はいはいはい。7フレット以上はダメだからね。痛いですよね。へぇー。ここだけでやる練習とか。やろうかな。いいってなって。ああ、いいっすね。僕もちょっとそれやりたいっす。まずポジション覚えるところから。はい、そう先生、うん。7フレット以上ダメだから、この人。だこれを、タラララララ。いや、もうあの5フレットぐらいがダメ。何パターン、何パターンでも弾けるようにする。はい。まずこれ。そしたら大体何でもいろんな曲弾けるようになるんです。なるほど。パッと譜面見て。うん、コードとメロディーがあったら素晴らしいです。ありがとうございます。ちょっとあの素晴らしい。すみません、僕は何もできなかったですが、ちょっとあのマジで勉強します。新井さんに負けないように頑張ります。何なんですか今の。新井さんがやるんでしょう。でもいいから、できないか。歌うのは大事。うん、了解です。じゃあ、はい、ちょっと